笑っていいとも in 花巻。笑っていいとも in 花巻。このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りします。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で、花巻の友達の輪どんどん広げていきたいと思います。今日のゲストは株式会社マナブキー美装企画営業部主任の姉帯健人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。姉帯です。姉帯さん、なんか名前が芸名みたいですね。そうですね、結構よく言われますね。珍しい。あの姉帯という字が花巻でね、何人かお見かけしたことあるんです。お姉さんの姉という字に帯という字に賢い人、あの芸能人でもいるじゃないですか健人くんって、はい、いますね。ねえ、姉帯さん実はあの桜井翔くんに似てるって言われませんか。たまに自分であんまり言いたくないですけど、はい、はい、あの似てらっしゃると思いますありがとうございます、はい、皆さんちょっとそういうお顔をイメージして聞いてくださいで先ほどお送りした曲なんですが、ミスタービッグの To Be With You をお送りいたしました。これリクエストだったんですけれど、はい、なんでこの曲選んだんですか。高校時代にバンド活動をやってまして、はい、バンド練習場所で毎日よくこのミスタービッグさんの To Be With You が流れてたっていうのがやっぱり今記憶に残ってまして、はい、で久しぶりに聞きたいなっていうのが理由でした、はい、へー。バンドはパートは何だったんでしょうか。バンドはドラムをやらせていただいてました。おお、なるほどなるほど、はい、ということでリクエストいただきました。あのマナブキ美装さん、あの FM でもですね CM などであの名前をね聞かれてるリスナーさんおなじみっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、場所は花巻市東和町で、あの薬王堂とか JA のそば、あ、そうですそうです、はい、はい、にあります。で、姉帯さんはですね小中高はどちらの OB になりますか。小中が南城ですね。はい、で高校が花巻東高校出ています、はい、あの花巻東はもうなんか優生くん翔平くん、うん、すごいですよね。野球部ちょっとすごい大活躍ね、うん、はい、して、まあ、甲子園もですし大リーグにもね、行っちゃっていますけれども、実は優生くんと同じ時期に学校にいらしたと。そうですね、私が優生くんの一つか二つぐらい上なので、はい、見たことはあります、はい、やっぱりもう有名人、野球部の有名人っていう感じ。そうですね、彼がやっぱり高校1年生ぐらいの時からやっぱり、はい、速い球投げる子いるぞっていうので知ってはいたったので、実際にすれ違ったりとか見かけたりって、あの学校ね人数多いでしょうけれどやっぱりあります。ありましたね、はい、そうするとあの花巻東の OB としてはテレビで試合とか新聞に載ったりとかありますけれど、ちょっと試合は気になっちゃったりとか。あ、でもよく YouTube、はい、だったり、はいはい、テレビだったりっていうので、はい、少し検索して、はい、頑張ってるな、すごいなっていうふうには見てましたね、うん、いや、うん、私も全く花巻東とゆかりないのに、あのちょっとテンション上げてなんかついつい見ちゃったりとかするので東ゆかりの方頑張ってるのはちょっと嬉しいですよね、うんうんうん、はい、その後ご縁があってマナブキ美装さんでお仕事をされていらっしゃるということですね、はい、であの実はね今日ねすごくかっこいい、これGジャンって言っていいんですかね、濃い色のねデニムのお洋服お召しなんですが、実はこれ私服じゃなく、はい、お仕事着、はい、今日ちょっと仕事着のままお邪魔させていただいちゃったんですけど、こんなかっこいい仕事着でいいんですかっていう、ね、ありがとうございます。いや、私ね、はい、あの私服だと思ったんですよ最初お会いした時に、はい、ポケットがいろいろな場所についてるんですが、でもこれも普通に私服だって言っても全然違和感ない、かっこいいですよねすごくね。そうですね、やっぱ買った時かっこいいなと思って買ったんですけど、うんうん、かっこいい仕事着もちょっと気持ち上がりますね。上がりますね、うん、はい、さあ、ではここで質問です。部活クラブなどこれまで取り組んできたものを教えてください。はい、小学校がバドミントンをしておりました。はい、中学は、軟式テニスをしておりました。はいはい、そして高校花巻東では、東ではあのバンド活動をしてまして、はい、ドラムってね教えてましたもんね、はい、これはまた部活とは違かったんですけども、うん、はあ、私も高校の時バンドに夢中になって自分もバンド組んでたのですっごくでも楽しいですよね、はい、高校楽しいですよ、友達とかといろいろ音を出したりとか合わせたりとかね、うんうんうん、そのバンドでミスタービッグを演奏していたということわけではない
はい、曲はどんなのやってたんですか？演奏していたのは布袋寅泰さんとか。はい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 。結構やってたのは日本のが多かったですかね。布袋さんはやってましたね、はい、好きで。でも曲とか聞くと今でもなんかドラム叩けるなとかリズム覚えてたりとかってないですか？あ、でもあります。少しだけやっぱり昔やってた分でやったり少し叩いたりは今でもするんですけど、はいはい、実はあの身近にドラムセットが置いてあるってちょっと噂。そうですね、会社の方に、はい、もともと私の私物のドラムセットなんかも密かに置かせていただいてまして、はいはい、ドラムセットは密かに置けないですよね、はい、もうバレてるかもしれないですね。バーンみたいな感じでバレてるかもしれないんですけど も会社にドラムセットって珍しいですよね。そうですよね。ちょっとおしゃれじゃないですか、インテリアとして。もう叩いてないんでインテリアになってますね。あ、でも叩きたくなんないですか？誰もいない時に静かにこうトン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 、ハイハットをちょっぴりみたいな、はい、トントンチョンチョンやってます。バスドラを軽くポンポンみたいな、ポン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 チョン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 やっております、はい、いやいやいや、ちょっとなんか会社の雰囲気、なんかドラムが置いてある会社をちょっと想像してしまってちょっと心が温かくなりました。はい、では次の質問です。おすすめの花巻のお店はどこでしょうか？はい、プチポワさんですね。はい、よく行かれますか？はい、仕事帰りなんかには寄らせていただいて食べたりしてますね、はい、お気に入りメニューってありますか？はっきりとした名前をちょっとド忘れしてしまったんですけども、はい、ハンバーグで白いソースかかっ、なんかクリーミーな味わいのハンバーグが。クリームは何か中に入ってたりするんですか？の刻んだ野菜なんかが入ってるようですね。美味しそうですね、うん、美味しいんですよあれ。じゃあ定番のような感じで、他の食べたくてもなんかついやっぱりこれ頼んじゃうよみたいな、そんなメニューですか？あ、私にとってはそういうメニューかなと。お気に入りメニューですね。お気に入りです、はいはい、プチポワさんのハンバーグ、白いソースがかかったハンバーグで、ソースに刻んだ野菜が入っているクリーミーなソース、はい、ちょっと気になりますね、帰ってね。はい、皆さん気になったらプチポワさんに行ってメニュー見てみて頼んでみてください。ぜひ、はい、はい、では次の質問です。好きな花巻の風景どこでしょうか？未来都市銀河地球鉄道壁画。すごい、この漢字の長い正式名称をちゃんと言ってくださった方は、はい、なかなかいないです。めっちゃ綺麗ですよね。はい、あれ綺麗ですよ ね、うん、あの花巻駅と桜台小の間といいますかね。はいはいはい、はい、はい、夜になると綺麗に光る壁画なんですが、うん、これってまさか姉帯さんが塗ったとかそういうことは？実は塗ったわけではないんですけども。はいはい、ただ私学生時代からあの壁画は見てたんです、はいはい、学校行く時とか帰りとかに見てたんですけど、はい、やっぱその当時って学生なので、うん、見るの昼間じゃないですか。通るのが明るい時間ですよね、はいはいはい、そうするとうっすらとしかやっぱり見えないんですけど、なんか光る前の、そうですそうです、ですよね、はいはい、うっすらこう見えるぐらいで、ただこう卒業して大人になって、はい、ああいう、はい、場所をこう車なんかで撮った時に遅い時間とかにですね、はいはい、綺麗にまたこう色が出ててライトアップされてて、それでなんか余計、あ、花巻ってこんな素敵なとこあるんだなーなんていう風に改めて思ったのがここでしたね。再発見って感じですよね。再発見したのがここでした。なんか、はい、馴染みのあった場所のはずなのになんか違う顔だったみたいな。うん、そうなんです、本当そういうような形で。しかも塗り直されてすごいまたますます綺麗になりました、ね。うん、綺麗ですよね、はい、花巻駅のそばです。はい、はい、花巻駅出て、東口出てちょっと左の方に行ってですね、桜台小学校の坂がありますが、そこ登る手前、まあ通れば絶対夜はもう分かりますよね。分かります、間違いなく紫色に輝 く、はい、銀河鉄道の壁画があります。写真撮ってる方もいるのでね、まだ見たことないという方ぜひ見てみていただければと思います。はい、では次の質問です。お仕事について伺いたいと思いますが、まなぶき美装さん、はい、これ愛に服という字、口辺の服という字に美しく装うと書きますが、はい、塗装関係が中心になるんですか？そうですね、塗装全般、はい、大体のものは車両から住宅の、はい、壁、屋根、内装、はい、うん、何でも頼んでいただければ対応できるかなと、はい、はい、思っております。もう動くものから動かないものまで、動くものから動かないものまで、どんなものまで、はい、あ、なるほど。そして塗装だけじ
ゃなくて板金とか大工仕事なども、そういうのも受け負っております、はい、ぜひ頼んでいただければですね。はい、あのお家とかほら塗り直ししたいなとか、はい、これとこれやりたいんだけど2箇所に頼むのはなーなんていう場合もあるじゃないですか、じゃあそういう時にまとめて頼んだりとか。そうですね、その方がやっぱりお客様からしても、はいはい、楽な部分は多いんじゃないかなと思ってですね。そうですよね、だってやっぱり業者さんに入っていただくっていうことは片付けたりとかね、うん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 、日程を調整したりとかありますからね、はい、なのでちょっと今塗装とかちょっとね、あのお家とかお店のお直しとか、車お店用ですかね、車両の塗装の場合は。そうですね、が多いですかね。車両は多いのはやっぱあの工事車両だったりとか、はいはい、運搬するような車、トラック関係がやっぱり今は多いかなと思います。何かちょっと塗装関係で気になってる方ちょっと要チェックなんですけれども、この仕事しててよかったなって思う時ってどんな時ですか？あの私は現場出ることはあまり多くはないんですけど、少ないんですけども、はいはい、営業していますと、はい、施工が完了してお客様にお引き渡しした後に、はい、はがきだったり、うん、はい、ご連絡直接いただいたりで、大変お世話になりましたと、はいはい、いただいた時とか、この感謝の言葉とかを書いていただいたの、こううちにですね送っていただいた時とかは本当にやっててよかったなって、嬉しいなっていうふうに思います。塗ると物ってすごく変化するじゃないですか、はい、だからあの新しいものの場合ももちろんなんですけれども、古いものでもあの塗り直すことでなんか表情がガラッと変わって、うんうんうん、それってあのお客さんからするとすっごくもう気持ちがなんでしょうね、晴れ晴れするというか、すっごくハッピーになるきっかけになることじゃないかなって思うんですよね、うんうんうん、だからそういうきっかけを作ってらっしゃるお仕事っていうことですよね、はい、そう言ってもらえれば嬉しいですけども、なんかあの今もうスタジオで喋っていて、これちょっと塗った方がいいんじゃないかなとか、なんか気になるとことかないですあのこれは塗れるなとか、仕事柄気になっちゃうものとかないですか？あ、でもやっぱり仕事してれば、はい、そうですね、その、はい、事前にもう塗ってあるようなものって、はい、これ何年前に塗ったのかなとか、あ、はいはいはい、どこの業者さん塗られたのかなとか、なんか気になってくる箇所多いですよね、やっぱ生活してると。あ、なんかあの塗り方が綺麗かどうかとか、はいはいはい、あのその後のメンテナンスがとか見てやっぱり状況とか大体分かりますかね、やっぱりある程度は、はい、分かりますし。なるほど、やっぱり気になってきますよね。で、あの塗るのってほら色とか変えるとまた全く違ったものになったりとかね、うん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 、きっとそういうのも楽しいですね。楽しいですよね、変化のきっかけを作る仕事っていう感じなのかなってね、ちょっと伺ってて思いました、はい、さあお話を伺っているうちにあっという間に時間が来てしまったんですけれども、このあたりで次の方のご紹介をお願いします、はいはい、株式会社ジョイス日光の岩立雅子様です。はい、岩立さんは6月13日ご出演 OK ということで伺っています。花巻のお友達の輪がこれでまた一つつながりました。今日の笑っていいともイン花巻、桜井翔君に似ている株式会社学ぶ木美荘企画営業部主任の姉帯健人さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に一言、今後の夢ありましたら教えてください。はい、今年中に痩せたいです。おお、そうなんですか。はい、ジムに契約しております。行っておりません。これから行きますはい行きます、はい、じゃあ有言実行ってこと。はい、頑張ります頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました、はい、笑っていいとも in 花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りしました。